会えなかった。あくまで胴体がねじれるありきの話だね。股関節の捉えと胴体深部が動くからこそこの感覚ができるっていう。でもそんなに人気なんですね。そう。ちょっと後ろ行ってません？最近突っ込むから出ていく。最初良くてもこの辺で突っ込む。一回クラブ置いて、これでちょっと軽さ感じます。最初のアドレス自分が修正するんで、一回最初のアドレスの軽さをさっきのとこで軽く手振ってもらって、この軽さですね。ちょっと前に気持ち母子球側でもかかと浮かない。そうそこそこ、はい、そこじゃないですか。真ん中よりちょっと先くらい。ちょっと先、その方が骨盤が固定しやすい。そう、その方が正確に股関節重心になるんで、はい、この軽さを感じる。そう、ちょっと戻して最初。ちょっと後ろだと思うんですね。そう、これ確かに。でしょ、はい、結構ここ意識してるね、うん、そう、そこちょっとずれてる。そう、そこ軽いでしょ。はい、この軽さを大事に。使える長さも変わってくる。手を、あー、なるほど。ちょっと保持する感じじゃないですか。このまま1センチぐらい上げる感覚じゃないですか。水落ち1センチ丸めてもいいですか。さっきの母子球のまま1センチ2センチちょっと水落ちかけます。回旋できるんで1回回旋してもらって、右の回線のしやすさを感じるんです。丸めることで1センチですよ。1センチ2センチ丸めないパターンやってみます。はい、回線しにくいでしょ。つっかかりはあります。そう、ちょっと丸めて、そこそれ、そうこれが結構厳密な、はい、アドレスこれですね。今こっちどういう感覚になってますか。どこに来た瞬間行くみたいな。後ろら辺の地面に矢印があると思って、はいはい、それ以上は外に逃げないで、逃げずに切り返しちょっと前で入れて左に行く。切り返すちょっと前に左打つイメージ、はい、で一個感覚としてですね、重さを感じた瞬間、手の重さの時にちょっとこの右股関節をグッて、これこの動き、これなんでこれするかというと、この方がですねじれるんですよ。一回やってもらっていいですか。一瞬引くような、それ重さを感じた瞬間、その後乗せて乗せるじゃないですか。乗せる瞬間割れるんで、こっちは上行ってるんで、そのまま行くイメージ。一瞬乗せる、そのまま行く、これ勝手に割れができる状態。多分乗せるって感覚ないと思う。いいね、右乗せるあります。今まで乗せると開いちゃうのかな。ちょっとだけこのクッっていう感覚、後ろに膝には入らないけど膝に入るような、もう一回か。そうネジですかね、上に、はい、構造上ここがはまることでこっちがグッていくようなイメージです。一瞬乗せてこうなるみたいな、でそのままいく。こっちの方が分かんなくて左股関節、はい、今日の関空してもこれが決まれば勝手に体が左股関節移ります。あんまり意識しない方がいい。最初が大事。これちょっとやってもらっていいですか。何回か練習します。最初のアドレスと溝落ち1センチ意識してもらって、母子球と1センチで重さを感じた瞬間乗せる、一瞬です。でそのままいく。そう、おお上手。これですよ。グッ、そう。軽く感じる。乗せる、バン。お、一回打ってもいいですか。はい。一瞬乗せる。そこからもう一瞬。感じかも。だけど言ったように乗せることで割れる。止めようって思うよりかやりやすい。あ、そう。乗せることで自然と胴体がねじれるんで、あくまで胴体がねじれるありきの話なんだ。股関節の捉えと胴体深部が動くからこそこの感覚ができるという。何回か練習乗せて勝手にねじる。おお、今押せました。馬をした感じがある。上手だけどすぐ修正できる。すごっ。おお、いいですね。いいでしょ、はい、要は同じように打てるっていうことですよ、はい、これだけやればいいみたいな。そう、
ドライバーやればいいんですか。はい、ドライバーそれはもう消防に大事な要素です。押してダメなら引いてみろってやつ。結構あるある消防で器具とか使う触るときに。レスキューだよ。お子宮とちょっと溝落ちを1センチ2センチへこませて一瞬乗せてあとは勝手に分かってるけどできんって言うんですね。基礎はいるなって思ったんです。今良かった。いいっすね。今良かったです。いいでしょ。コースばっかり行ってると上から近くて、はい、こっちに上げ始めてたんですけど上げたくなってくるんですよ。あーなるほど。右も股関節動かしたくないから余計にこうなってきて手首だけになって、うん、それがないでしょうか。体が完全に上に上げちゃう。だんないんですけどそれだとこう上げたくてこの状態で上げるとめっちゃ綺麗に上がってた、はい、だから多分ちょっとやりたくなそこ上げ絶対解消できます。肩もそうで右の回転が苦手なんですからこうやっててこうやって打ったままこうやって顔だけこっちに向けてストロークするとめっちゃ綺麗に。なるほどですね。アイアンシマトですか。次アイアン。もうちょっとできる気がタイミングが今の方が今の方がいい。パター足もですどんどん右の内側が苦手上げるときどういう意味ですか。重いというか大事な時に上がらなくなっちゃったり力入ると、はい、あ緊張するともうちょっと打ちたいみたいなことができなくなっちゃったりする。なるほど。もう一回ちょっと横向きで一回クラブ置いてもらっていいですか。もうちょい前だと思うちょっと膝曲げていいんじゃないかな。もう一回パターンのアドレスで振ってください。さっきのようにちょっと母子球ちょっと膝曲げてこう手振ってください。軽いでしょうね、はい、今日感覚として必要と伝えたいのは原理は右股関節に小さく移動して左股関節に打ってるんですよ、うん、捉えてる感覚として右目に移動して左目に打つような感覚で打つこと。ただ見てる方はこうですよ、はい、右目左目みたいなイメージちょっと感覚練習です。小さくクラブが右目に行って重心は一緒見てるところは一緒感覚としてこっち側に右目左に行くとこうなるんです。一回やってみます。目はそのままだけど右目に映って左目に映るようなイメージ見てるとこは一緒、はい、だけど分かります、はい、右目左目綺麗に映るんですよ。パターンが右目左目に動くそう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 これが一緒、はい、そうそうそうイコール右股関節が左股関節に移ってこっちを意識するんではなくてパター側で目で意識するようなイメージ今いいですね、はい、ちょっとさっきよりは気持ち前に出ましょう。いいですね。今綺麗ですよ。いいでしょ。簡単ですね。簡単でしょ、はい、感覚わかります。右目左目こうなっちゃうんですよ、癖が。そう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 。そういうのを結局避けれるんで、そうそう結局上げ幅で調節します、ね、強弱は、はい、上がろうが小さくしようが一緒の感覚です。右目左目、右目左目っていうことです。素晴らしいですね。そんなこと言っていないから。いやもちろんもちろんそう。面白い。めっちゃいい。同じ感覚でしょ。だけど別にこっち気にしなくていいってこと、まあ、気になってない。はい、楽ですね。楽でしょ。感覚としてはこの2つで乗せるのと右に左と厳密なアドレスそこを突き詰めていくと絶対分かってきます。おおそうそう。いやだいぶ違うだいぶ違うんじゃないかな。溝落ちはドライバーが一番丸みをつけて
アイアンはちょっと、パターは別に丸めなくていい。あと10分ぐらい。時間経ったんですか。質が高いトレーニング高すぎます。質高いと頭疲れる。まだ20分くらいどうしよう。ちょっとずつタイミングで感じる。回りやすいですね。はまる感じあるでしょ。でも股関節の捉えがないと膝に入ってしまう。捉えがあるからこそ正確に捉え切れる。捉えたままねじれるってくらい。いいっすね。いい感じ。いやでしょ。当たりますね。どっちもですね。ラウンド中も歩くことを意識することとアドレスの結局軽いっていう感覚やればいいんで、はい、ちょっと乱れてきたら一回冷静に人間の動きを確かめて、ここができると空間ができるから、はい、ここに戻ってこれる気がする。ああなるほど。いいっすね。めっちゃいい。めっちゃいいでしょ。この胴体レベルだからこそできるんです。定感抜群じゃないですか。ありがとうございます。シャリスプロッチも一緒です。アドレスは絶対正確に捉える。おお、そうそうそう、気になったら一緒になっちゃう。 そこをラウンドが長くなるほど一回原点に変えること。今めっちゃいいです。アドレスいいです。股関節から構えればいい。傾斜があっても意識は一緒。ゴルフの技術的な部分はそれだと思うんで、捉えることは一緒です。どんだけ傾斜があっても。わあ、綺麗よ。いいですね。いいでしょ。はい。乱れた時ほど動画を見ると、はい、アドレスが決まってなくて力みが入ってると思うんです。今の力感最高です。2時から5人進化。やばいじゃん。過密スケジュール。休憩なし。休憩なし。そんなに人気なんですね。そう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 。